それ任せます。これからも山田さん。はい、今日の練習の意気込みお願いします。今日も昨日試合だったんですけど、はい、遅いです。意気込みお願いします。頑張ります、はい、頑張ります。ちょっと違う一言お願いします。まあ今日遅いですまあまあまあ、今日も一日頑張ります。今日も一日頑張ります。はい、さっきコメントできなかったので違う一言お願いします。昨日試合だったんですけど、はい、つまらないです尺だけ取るからな、無理なのいけるような感じでは天気がありますが、ね、おしゃれでしょ。解けないですか。ポイントあります。ポイントはこうしてこうしてここを2回通すと、そしたら解けにくいんです。多分ね知らんけどずっとこれ。そうきっとこれを見た子供たちは靴紐そうやって結びますね。僕でもスパイク紐ないんで結ばないです。最後のその4日間でいい感覚を持って、キャンプを終えれるようにしております。La gente que está impresionado, tenéis que seguir vuestro plan para adaptaros lo antes posible. で、リハビリの選手もできるだけ早く、今自分のプランが、プランニングがあると思う。そこで、しっかり調整して戻ってこれるように。En estos dos últimos partidos, podéis tener minutos todo el mundo y volvamos con menos lesionados. で、まあ、この2日間で少しずつ出場時間も確保して、できるだけ多く人数プレーできるようにしていきたいと思います。何してしっかり呼吸しながら空気たくさん体の中取り入れて回復ね、回復。I'm back. Vamos. 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 Vamos.
開かないように、肘開かないように、手、指がまっすぐ前向きです。そうそうそう。何かも下げてます。ここそう。ギリギリ。あ、すごい。筋骨骨。いい絵ですね、こういうのは。これだって1ヶ月後とかやって、もう一回撮ってね、成長。次、足かけて、手を前にして、ケツを後ろへ落とすような感じで、できるだけ上ラスト。ナイス。ギリギリ。トライくれば次桃浦このまま誰さん会話できてないよこれはキュッキャー出てるもん4 5 6 7 8 9 10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 
O casamento desse. Tá bem legal. Eu cheguei um pouco depois de todos os jogadores, mas. Mas já entrosei com todo mundo, com os jogadores nossos que eu não conhecia. Minato nakayoku narete. Shinkanyu senshu tomo nakayoku dekite. Ainda tô me recuperando da lesão do ano passado. Kyonen no kega no kaifuku ima shiteru ndesukedo. Eu tô bem melhor. Daibu yokunatte kimashita shi. E espero que eu possa voltar o quanto antes para poder estar ajudando meus companheiros. Hayaku, dekiru dake hayaku mondotte kite nakama tachi o tasukete agereru you gambaritai desu. Aqui o pessoal é bem bacana, bem legal, todo mundo muito comprometido. O trabalho do professor também está sendo bem objetivo, deixando bem claro o que ele quer. Isso faz com que a pré-temporada seja bem melhor, porque a gente consegue entender e fazer da melhor maneira possível, e tirando o melhor de todos os jogadores. O監督もすごいいい監督ですし、監督がいたこともみんなちゃんとやってる。
ちゃんと言うこと聞いてるし、それもチームの目標に向けてすごくいい形なので、falta poucos dias para acabar a pré-temporada. Nos dá uma mensagem. Que a gente possa terminar bem essa pré-temporada, preparar bem o time para que quando começar a liga a gente possa estar 100%, para que a gente possa estar fazendo o nosso melhor e vencer os jogos. Porque começar bem é muito importante para que a gente possa seguir com o nosso objetivo, que é ir para a segunda divisão. No Corino Camp, もう一生懸命頑張って、もういいシーズンのスタートを始めれるように、で目標の J2 昇格につながるようなキャンプにしたいです。Agora só um negocinho aqui. Tem um cara que tá aí atrás da gente aí, pô, e tá acompanhando a gente já tem um tempão desde lá de trás. Acho que ele quer falar também, pô. ずっと気になってて言えなかったんですけど。そのグラウンドの時からずっとうちらの後ろをついている人がいるんですけど、多分その人もなんか喋りたいんじゃないかなと思ってて。俺あれずっと見た。あれずっと見た。ラモス。あ、俺に言ったのあれ。後ろにずっと。あ、バモス。オブリガード。いろんな経験をしております、はい、昨日は本当にいい経験でした、まあ、よくなかったのにあんまりしたくない経験でしたけど、はい、いい経験をしております、はい、まず残り2試合ありますけど2試合を頑張って本当に勝ってもっとなんかみんなが言うのをしっかり聞いて、はい、残り2試合勝って帰りたいです。いろんなあれ経験をして帰りたいと思います。リーグ前に頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。チャオチャオ、アンニョン、アンニョン、いい場所重心1回目よりも2回目しっかり落として空中姿勢意識してよ。パッ、No!
や、綺麗ドゥーン行きます。ダメや、もう一回。大勢、はい、お疲れ様です。やります、お疲れ様です。トレーニングどうですか。やりましょう、今日やりましょう。最高っす。今日2ブレーン疲れてませんか。まあ僕はやっとゴールできたんで楽しいでしかないっす。残りあと4日、どんなキャンプにしたいですか。そうっすね、まあ、本当にここまでいい流れというかいいトレーニングみんな詰めてるんで、その締めくくりになると思うので、しっかり何通り、まあ、練習試合をしっかり勝っていい流れでキャンプを締めくくりたいと思いますし、そろそろ25歳になるんでしっかりいい24歳の締めくくりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。キャンプはまあ怪我もしつつ、まあ順調に。怪我もしつつ順調。いやちょっと待って、カットカット。なんだ、俺はもう一回やりたいぐらいだ。まあ、今日のトレーニングはまあスローインがちょっと中心だったんですけど、自分スローインのもらい方あんまりわからないんで、まあ今日でちょっとは理解できたと思います。残りキャンプ4日間どんなキャンプにしたいですか。そうですね、もう少しでもチームになれて。コミュニケーションとって、まあ、練習試合も勝っていい形で終わりています。FC まばり YouTube チャンネルの皆さん、チャンネルの皆さん、ご覧の皆さん、ご覧の皆さんですか。大丈夫、こんばんは。高須大成です。今日は2人のゲストの方に来ていただきました。自己紹介お願いします。背番号24番、近藤高虎です。お願いします。背番号25番の久住圭司です。お願いします。じゃあ質問していきたいと思います。じゃあ久住選手の方から、ちょっと聞いたんですけど、久住選手はちょっと前に犬を飼おうとしていました。すごいちっちゃいね。どんな犬を飼おうとしてどんな犬、はい、どんな犬か、はい、めっちゃ近いしてるじゃん。いや、あのどんなっていうのは決めてなかったんですけど、はい、まあ、ちょっとこう家で暇だなと思って、暇で犬飼おう、まあ、なんかこう癒しが欲しいなと思って犬を飼おうかなと思っていましたね、その時。あのドリルのってのは決めてなかったです。じゃあ、じゃあ全然弱らないじゃん。じゃあまあいいんだけどさ。いいよ、あ、いいっすか、いいっすか。つくとこなかったね、あんまり。ごめんごめん、どうぞどうぞ。じゃあ、近藤選手、はい、近藤選手の犬は、はい、すき焼きが一番好きらしいんですけど本当ですか。誰が聞いたの。いや、知らないですけど。そうですね、すき焼き食べさせますね。え、もう肉と食べさせます。食べさせますっていうか、誰に食べさせますの。お前それ今すごい発言だよ。食べさせますっていうか、あの犬が欲しがるんですよ。めっちゃ欲しがってきて、で、あげないのもかわいそうだなと思って、めっちゃ欲しがるんですよ、本当に。犬にすき焼き食べさすの。そうですね、贅沢な家だね。そう、そうなんですかね。じゃあ次、じゃあ次よ。え、いいんだけどね、別に。あの、お前カンペ読んでるだけだからね。あ、いい、いいんだけど、いい、大丈夫、大丈夫。じゃあ、久住選手の方に質問します。どこ、まあ、欲しいも好きって聞いたんですけど、はい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 、はい、どこのが一番好きですか。
詳しく、まあ、それ気になったんで。どこのか、はい、いやそんなにあれわかんない種類とかは。でもあのダイレックスの干し芋が今のところ1位です。今度買ってみます。お願いします。あのぜひね教えてほしいです、干し芋情報。皆さんにもね、はい、教えてほしいし。本当かよ。はい、今度食べてみます。はい、ありがとうございます。ちょっとだけ拾ってくれた。はい、よかった。じゃあ近藤選手。はい、近藤選手のにも干し芋が好きらしいんですけど。あ、そうなの。いや、その情報本当。それは嘘です。あ、嘘ですか。それは嘘です。嘘ですか。はい、はい、食べさせてもらわないですよ、はい、じゃあ、はい、食べさせてください。はい、わかりました。ダイレクトの、はい、はい、干し芋食べさせて。ボケ。いや、ボケじゃないですけど。調べ、まあ、対戦調べ、まあ、調べます。ああ、じゃあ次いきます。じゃあ、くすみ選手、はい、まあ、恋愛の方はどうなってますか。まあ、一人は寂しくないんですか。寂しくないんですか。言わされてない。いや、言わされてないです。お前の意見。あ、意見です。なんか、くすみ選手、なんかあのプロフィールとかもあのみんな結婚とか言ったね。あのごも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 聞こえてるから。え、そう、質問ない。あの恋愛の方と。恋愛の方と。俺何を喋ればいいの。まあ一人は寂しくない。寂しいっすよ。寂しいっすか。やっぱり紹介してもらえますか。いや、まだもう何歳も空いてるんでちょっと。いやいや、でもずっと今治ですよね。はい、なんか紹介してくれるんですか。いや、今治に。今治にはいない。問題発言だよ今のは。どういう意味。どういう意味。今いる、で紹介しないの。あ、僕は今今ずっと今治に住んでるんでね、はい、俺もまだ5年、まあ5年結構長いけど、はい、でも紹介してくれないの。いや、ちょっとやめ、ちょっと探してください。自分で探せと。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、募集します。はい、はい、じゃあ、近藤選手、はい、まあ、プライベートが見えないっていうこと。あ、確かに。あ、そうでしょ。それを細かく教えてください。細かく、細かく、はい、どこを聞きたい。プライベート、どこを興味ある。そうですね、なんかもう普段一人で何してるのかとか、そういう感じです。あ、趣味とか。あ、趣味とか、そんな感じです。趣味、趣味っていうのは特にないんですけど、はい、まあ、たまに釣りとか。あ、はい、釣り僕もします。行ったりしますね、はい、行ったりします。地元のお友達とかと釣りとか行ったりしますね。どこ行きますか。その波方の方なんですけど、そこで海釣りを、イカ釣りとかやってます。イカ、はい、イカ、イカ行きたいですか。どこの行く釣り。そうですね、あの今治の漁港の。ああ、はい、わかります。わかる、わかる。僕はちょっとわかります。ちょっと待ってください。あ、釣りね。釣りっす。いいよね。いいっす。何、今まで釣ったこれはすごかったなっていうのある。そうですね、こんぐらいの味ですか。マジ ちっちゃくない。いや、ちっちゃくない。それが最高。マジこれが最高っす。あ、へぇ、結構楽しいっすよ。あ、そう、はい、楽しいっす、釣りは。はい、釣りは釣れない時は本当に面白くないですけど、ね、まあ、はい、釣れないんですけど、釣れた時は二人と楽しいっす。すごいですね、はい、釣れる人、いい人ばっかり。これ聞こえてるかな。大丈夫大丈夫っす。じゃあ、これぐらいで。おいかなんか最後の質問なんですけどとかなかったの。なんかもうちょい最後ちゃんと締めてよ。そうっすね。じゃあキャンプ今やってるじゃないですか。まあそれを通してなんか今逆にどう。大勢はさ、今年まあ今治東から来たじゃんね。やっぱみんな注目してると思うんだよね、今治東高校から来た選手って。どう、実際トップチームに入ってみてどう。いや、本当にレベル高くて、もうついていくに必死なんですけど、もう今は一生懸命もう皆さんから学んで頑張っていこうと思います。今年の目標は何ですか。まあ、本当にもうまずは試合に出て、まあ、ゴール決めることが目標です。ゴール決めたら盛り上がるね。盛り上がりますね。今治東高校弾幕出んじゃない。いや、それはちょっと言い過ぎっすいや、出るでしょ。出るですか。出ますね。ね、はい、もうみんなが目指すとこじゃん。はい、これキャンプでさ、じゃあこう来てみて一番この人なんかギャップあったなみたいな選手いる。ギャップっすか。なんかイメージだって外からさ、今までの試合とか見たことあったと思うんだよ、今まで、はい、まあ、あくまでも外からじゃあ、はい、実際中入ってみて、はい、この人印象と違ったなみたいな、まあ、どんな意味でもいいよ。
どんな意味でもいいですか、うん、どうしようもないやつと最近シュウ選手シュウさん、はい、どこなんか最近おい言っちゃうのそれ大丈夫シュウさん結構イメージでさかっこよくてみたいなファンサービスすごくてみたいなギャップってことだからねギャップってわかるそうですね、うん、どういうことかちょっとなんかちょっと普段めっちゃクールじゃないですかおうおうでなんかもう練習とかも一生懸命やってるんですけど最近安藤選手とかいるとなんかめちゃめちゃもう笑顔でなんかそんなめっちゃ笑うあこんな笑うんだめちゃめちゃ厳しそうな人だと思ったはいああなるほどねシュウさんかあじゃあ一番なんか尊敬できるなと思った選手はそうっすねやっぱおありがとうございますすいませんなんかすいません言わしてるみたいな試合中とかも声かけてああそうだ分かってきたなあ体のことが多いっすねありがとうなんか気持ちよく終わりそうだじゃあ最後大勢質問聞いて質問あもう近藤選手から近藤選手と鷲見選手から、はいまあ、キャンプの意気込みを、あ、俺からでいい、はい、そうですね、まあ、このキャンプで、まあ、チーム一丸となって練習に取り組み、まあ、開幕に向けてしっかりいい準備していきたいと思いますいくですか、はいまあ、開幕に向けてトラも今言ったけど、まあ、チームとしてこう新しい選手もねたくさん来たからそういう選手たちのいいところをどんどん出してもらって、まあ、チームとしてね大きな目標があるので、まあ、そこに向かって一つになっていければなというふうに思うので、まあ、残りの時間も大切にして頑張っていきたいなと思いますじゃあ最後終わりましょうイエーイいっちゃう最後だもん締めビシッと決めて意気込みビシッとみんな見てるよこれ意気込みっすか、うん、まあお二人が言ったように開幕いいスタートが切れるよう頑張ります皆さん明日も見てくださいさよなら